西村ラジオ第84回ということでね、では早速浜健人の西村ラジオシーズン2第9回の方ご覧ください。どうぞ。我々は現在とある美術館の近くの公園に来ている。寒いまあ酔い覚ましみたいな、あの先ほどお酒とたたきをお腹いっぱいいただきましたので、まあ、ちょっと運動も兼ねてねお散歩お散歩ですね。今回ですね、あれですよ、質問&浜健人の近況コーナーみたいな感じでございます。ですね結構ねお便りとかでもおったんでね。そう、あのね、前回も紹介したからですけど、まだまだあの紹介したお便りがあったんで、ちょっとそれと僕の近況をお話できたらっていう、そんな感じのね、緊急企画でございますよ。そこで、あのペラ音聞こえてますか、このペラペラってやつ。風がすごいんじゃ花粉もすごいんじゃ目がきつい。絵的には最悪だよ素敵ですよ、水辺にポッポもおって夕日も、じゃあ朝日も夕日も静かに、あと3時間早送るべきやったね多分ね。そんなわけで今週の浜城はそんな感じです。というわけで浜健人の西村ラジオ始まるぞ始まるぞ。はい、というわけで本編でございます。じゃあ早速ね、メールの方を紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム柑橘家さんからいただきました。ありがとうございます。西村ラジオシーズン2おめでとうございます。あんなに面白いラジオがまた聞けるなんてとても嬉しいです。毎回欠かさずに聞かせていただきます。頑張ってください、応援しています。早速なんですが、私は今年の春で高校3年生になります。おめでとうございます。おめでとうございますですよ、うん、本当に。がまだ進路も全然決められず、不安や焦りで気分が落ち込んでいます。なのでもしよろしければ一言浜田さんと西村さんに元気づけていただきたいです。ぜひよろしくお願いいたします。これちょっと紹介するのが遅くなっちゃったんですけども、去年の年末に来てたお便りみたいで、大晦日ね。そうです、大晦日に。だからちょっと柑橘家さん、もしこのラジオ聞いてるんだったら遅いよって思うかもしれないんですけども、どうでしたかね、うまくなんか自分の進路とか見つけられたらいいんですけども、まあ、あのでもね、実際多いと思うんですよ。だって自分の進路に悩んでるというか、やりたいことが見つからない漠然とした不安というか、なんか僕の周りにも結構いたんですけども、お二人とかって進路はどうでした？パッと決まりました？自分がやりたいこととかっていうのはもう在学中とかにあったんですか？なんもなかったです。なんもなかったですね。わかんないじゃないですか、学生の頃ってね、結局将来にね、そう、だから職業が何があるかも知らず、うん、そうですよね。それはやりたいこともなかったってことですか？いやだからあの知識量が少ないから何がやりたいっていうのはわかんない。だから知ってる範囲でしか判断できないから、うん、だから本当にメジャーな職業とか、うん、そういう漠然としたね、漠然とした、そこでしか比較対象がないから、うん、まあ、知ってる限りだと別にやりたいのないしみたいな、あなっちゃう。ほら僕らちょっと実家あの学校がどっちかというと進学校だったんで、はいはいはい、みんなが結局目標はとりあえず卒業したら大学っていうのが、あ就職っていうカテゴリー選択しかなかったんで。なるほどなるほど。だからみんなはもう大学行くっていうことだけだったんで、だからまずとりあえず大学で仕事はそれ決めていってから的な感じが多かったですね。まあ中にはいましたよ、将来医者になりたいとか、はいはいはい、まあ、そういうのはいましたけど、まあ、とりあえず大学行くというのがね。じゃあ専門学校に行こうみたいな選択肢もなかったってことですか？うちで専門学校ほとんどなかったですね。ああそっか、ほぼ進学でしたね。浜くんとかはどうだったんです？いや僕はもう高校に入ってすぐに歌手になろうって目指して、で高校2年で声優になろうって目指してすぐに、だからそんな感じやったき、だから専門学校に入ろうって思って、だから僕は進路に対してなりたいものがないっていう感覚がなかったんですよ。常になんかいいなって思うことがあって、はあはあ、逆だからなんか俺柑橘家さんの気持ちとか、うん、多分恵まれてますね、どっちかって言うたらね。そうですね、やりたいことがすごい高校生の時にあるっていうのはもう恵まれ中証拠ですよね。ああそうなんですかね、と思うんですよね。逆にじゃあどのタイミングで2人は
今の仕事に就こうとかって思ったから、ね、あ、本当にそうなんですか。だから縁とかがあって、あとは知人の話とかみたいな、まあ、なんかね、何かしらのそんな感じですね。そう、人生の波に乗ったってことで。なんか多分柑橘家さんみたいな悩んじる人多いと思うがですけど、不安や焦りで気分が落ち込んでいますっていう人に対して、じゃあメッセージとかって、だから結局柑橘家さんは高校出たら、うん、もうあれってことでしょ。進路も全然決められずっていうことは、多分大学専門学校就職どれも分からんってことやね。分からない、うん、あ、大変やな、うん、そんな時の選択肢ってじゃあとりあえず進学ってなるかですか。じゃあとりあえず進学じゃない。だってそしたら学生の間は悩める。なるほどね。だからその間にもしかしたらやりたいことが見つかるかもしれんっていうことか。そう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 、そうね。だって中学高校とかって結局は勉強で、あの本当に教科書とかの勉強だけど、やっぱ大学とか行くとやっぱりこう社会に出る準備みたいな、そう、それだから社会のことが、うん、あ、環境が変わるとだから得られることも変わってくるから、そう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 、情報量が全然違うから、うん、そう、生きていくためのお勉強みたいな感じでみんな大学に行くと思うから、うん、悩んでんだったら行けるならね、一旦進学、一旦進学の方がいいと思う。それいいかもしれないですね。一旦進学、それを選んだのは、まあ僕らもね、それを選んだのかなっていう、まあお二人はこんなちわけですからね、うん、ちゃんとお仕事して。でもそんなに不安に思わなくてもいいような気がするんですよね。意外となんとかなる、なんとかなるよね。なる。それは浜君みたいにね、漠然とこれやりたいっていうのがあれば一番いいですけど、なかなかそれがあれ、あ、ないですもんね。だって実際だってこうその道って決めてもそっから登ってくんのですら大変なわけだから、別にこの決まってないっつっても、だって転職って道だってあるわけだから。ああ、そうやね、確かにね、それはね。結局は別にね、やってみて違ったら、まあ、コロコロ変えるのはおすすめしないけど、まあ若いうちは変えられるから、まだどうやろう、いろいろやってみればいいじゃない、だからまあまだ学生だし。そうやね、自分はいろんな、いろんなアルバイトだってあるだろうから、そこで出会う人から違う仕事の話とかも聞けるだろうし、実際2人が柑橘家さんと同じ境遇、まあ境遇が近いっていうことだけど、2人の話って結構説得力があるがやないのか。どうやろう、柑橘家さんも柑橘家さんみたいにちょっとまだ将来の夢が分かってないとか決めかね中っていう人にはちょっといいアドバイスというかあれになったがやないのかと思いますね。なんか二人ともありがとうございます。いえいえいえ、ありがとうございます。でもあの年上のね友達はいっぱい作った方がいいと思う。あ、聞ける気か、なるほどね。そうかそうかそうか。しかも友達の分、うん、ちょっと親身になってほしい。柑橘家さん、年上の友達をちょっと見つけてみたらどうでしょう。だから高校やった3年生やったら今大学生とか就職し中先輩もおるろうし、柑橘家さん以外の境遇の2体ともそういう感じで探してみてくださいと。いいことも悪いことも聞けるだろうから、うん、そう、この職業はやめた方がいいんだっていうのも分かるかもしれないし。そやね、うん、多分ね俺だけじゃなくって、うん、リスナーさんも思うよと思うけど、うん、こんな真面目な西村君初めて見たって、うん、多分相当悩んだかと思う。なるほどね。そっかそっか、そうですよね。たまにはいいこと言う。これちゃんと本当に参考になるやつやと思うね。柑橘さんぜひ参考にしてみてくださいね。というわけでじゃあ続いて紹介していきます。ラジオネームかなえさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。浜塩へのメールです。と、浜塩復活おめでとうございます。ありがとうございます。浜君にハマってから日が浅いのですが復活と聞いて思わずメールしました。浜君にハマってって陰踏んでるからそれ僕も言おうかなって一瞬悩んだあえて言えなかったのに似た者同士ということで本当にねあれなんですけど言ったもん勝ちや。そう言ったもん勝ち入ってかないすみません大丈夫ですか。ハマくんのナチュラルな土佐弁とても好きです。とところで放送は年始からですが、ハマくんにとって2017年一番印象深い出来事は何ですか。教えいただけると嬉しいです。
もうね、ね、もう取りゅう時、今 3月に入ったり入ってなかったりするやけど、もう4分の1終わったからね。あもうそれね、友達も同じこと言ってやめろよって思った。本当に言うの悲しい。4分の1早いわ。もう終わるが、2017年で印象に残った出来事か。まあでも逆にちょっと去年から時間を置いたからこそなんか思うことってあるがないのか、うん、俺はなんやろね、2017年で一番印象が強かったことはやっぱり仕事の知らせが増えたことやろうか。なんかそういった意味だと2017年ってすごい充実した1年やったなとかって思ったね。もちろん活劇刀剣乱舞やったり、今始まっちゅうってかもう多分皆さんが聞く時には終わっちゅうと思うけど、刀剣乱舞花丸もすごいあれは高いアットホームっていうがやろうかね、皆さんにとってなんか温かい雰囲気の作品だったなっていうふうに思うし、うん、でお仕事が皆さんにお知らせできることが増えたのがすごい個人的には嬉しかったですね。どうです、お二人は2017年通して印象深かったことって何かあります？多分なかなかね、こうやって話すことっていうのも、いやありますよ。あ、本当ですか？ありますよ、大ありっすよ。何がありました、池さん？いや、ハマンケントの西村ラジオに僕が参加してる。そうなんですよ、あれ実は収録自体はね2017年の終わりなんですよね。そうそう、いや、あのシーズン1の時からいつか僕もそこの場所に立つんだろうなって内心思いながら。あ、そうだったんですか。プロデューサーの方には僕は参加しないんですかって言うから。あ、そうだったんですか。こともちらちらあったりなかったり。へえ、まあ、それがまあ実際にねこう3人でねやることになって、最初実はめちゃめちゃドキドキしてて。おっしゃってましたよね、そういえば二人の空気をぶち壊すんじゃないかと思ってせっかくのお二人の間と空気を、ああきっと僕は壊すんだろうなって思いながらそんな2017年にも過ごしたもんですよ。いや、2018年はもっともっとだいぶ近づいた、はい、ぐっとちょっと寄り添って馴染みつつ回を増すごとに仲良くなってる感は出てきてるかな。うん、もっともっと池さんと仲良くなりたいですからね。そう、うん、うわ、なかなかね、1日2日じゃないね、その短い期間でね、なかなかね会話もね、まあ、だいぶなんとか会話の参加もできるようになってちょっと一安心。今年はあ、なんとかなるぞもっともっとぜひぜひ仲良くなっていきましょう。よろしくお願いします。僕はきっと浜くんを支えたいと恐縮です。浜くんも支えたいと、僕も少しでもお力になれれば幸いです。西村くんは2017年通して何かあった印象深いこととかって？あのね、体重がね、うんうん、見たこともない数字になって。それは増加した？そう。あ、そっち？パンパンになって2017年、うん、人生マックスに。え、その体重は今どう？もう元に戻った？いや、そっから、うん、夜ご飯を調節するように、うん、今年から。うん、なるほど。なって、でもめっちゃ飲んでる。それあんま変わらんやつ。いかんわ。いや、やっぱり変わる？変わった？晩ご飯、うん、やっぱ揚げ物、うん、炭水化物、うん、気をつけるだけで、うん、飲んでても、うん、そんなに。まああれね、一緒になんか食うことによって大体太りゆきね。そうそうそう、カロリーの摂取ってそういうこと。うんそれが2000。それで腹へこみます？へこんできましたよ。え、だって運動もしてるでしょ、どうせ。運動の嫌い。あれでも階段全然言ってたぐらいほんまや、そうやそうや、石段登りきったやばいって。あの階段は龍馬のパワーを感じてなんかすごい。30段ぐらいです。そういや、やっぱ龍馬の力が重すぎて、うん、なんか重力に負けた、うん、なるほどね厳しいねちょっと厳しいね。多分あれは龍馬からの試練だったんだなっていう。あ、なるほど。そう、もうちょっと痩せろもうちょっといける。あ、まあでも体重は俺も結構気ぃつけやけ。じゃあ今年ね一緒に頑張っていこうね。でもあれだよ、浜塩のオフシーズンあったじゃん。うん、うんうん、あの期間俺9キロ痩せたん。半年間で。なんかそうなんですよ、西村くん結構その太る時は太るけど痩せる時ガッツリ痩せるっていう感じで、ウォーキングとかめっちゃする期間があったりするからですよ。そうしたら
ね、あのオフシーズンから話が来るぐらいまでに、うん、あのこの再開しますよって話が来るまでに、うん、あの14キロリバウンドして5キロ太っちゅう、もとよりもう桜木花道もびっくり、うん、うん、リバウンドを制するな、うん、制したらいかん、そのリバウンドは制したらいかん。ほな今マックス、マックスです。まあ雑談に花が咲きましたけども、金井さんメールありがとうございました。だいぶ喋りようと思うがやけども、いやあの1通目のかしこまった話からのこのね砕け方全てを取り戻すかのような大したネタじゃない、大した、まあ浜塩は基本的に緩い感じでやっていくね。たまにねちゃんとした話もやるよっていう感じで、ね、やってますので。一つ困ったことにさ、今週のプレゼントは、浜塩始まって以来のプレゼントなし会、もしかして今回はなし。でも初めてじゃないってね、確か多分初めてじゃないってね、何回かあったっけね、シーズン2では初めてかもしれんけど、じゃあ浜家帰るじゃん今から。うん、浜家で何か、浜家の何か、浜家の何か浜家にある何か浜家にある何かね、分かった、うん、何かは本当に何か分からんけど、お楽しみに。それで次回の放送で何かを発表しよう、うん、OK。 というわけで、今回のプレゼントは浜家にある何かでございます。というわけで、留守電に例のごとくメッセージをお願いしますと。電話番号は0888338148、 0888338148、ここに住所、名前、血液型、浜家にある何か、浜家にある何かをお忘れなく吹き込んでくださいと。そしてこの番組西村東社堂さんのホームページにアップしていくんでよろしくお願いいたします。放送は第1第3金曜日です。5週ある月はの5週目はお休みでございますと。というわけでじゃあ今週はこんなところでですかね。ほいたらまた次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。じゃあ浜家帰るじゃん今から。うん、浜家でなんか、浜家の何か、浜家の何か、浜家にある何か、浜家にある何かやね。分かった、うん、分かった、浜家にある何か、うん、何か、何かは本当に何か分からんけど、そう、お楽しみに。それで次回の放送で何かを発表しよう、うん、OK。 何かあると思うけど、多分浜家の何かはあると思うけど。浜健人の西村ジオ。はい、いかがだったでしょうか。あの日はね、実はもう本当になんか何やろうっていうぐらい風がね強く、また夕方になる、もう朝のうちは、まあ、昼ぐらいはすごく暖かかったんですけど、夕方以降からね非常に風が強く寒く、またなぜか水辺というところもあってね、しかもあれ結構ね長い時間喋ってたんですよ実は、まあ、寒かったんですけど、まあ、それも非常に面白い話もできて、僕自身もねすごい楽しかったですね。ということでね、ではまた次回。